どうも、スバです。本日はね、ある女の子の誕生日です。それは、北海道旭川市で起きた女子中学生いじめ投資事件、その被害者となった広瀬さやちゃんの誕生日が今日です。生きていれば、16歳、高校生でした。本来だったらね、バイトをしたり、部活をしたり、まあ、恋をしたり、勉強したり、将来を考えたりと、一番楽しい時期だったんじゃないかなって思います。でもね、そのね、大切な時間はね、おぞましいいじめをやった加害者と、あとその責任を取らないバカ親のせいで奪われました。あと、教育関係者、まあ、あの事件のせいでちょっと人生観変わったね。なんかいろんなものに対する信頼が薄れた。俺の中でね。で、まあ、今日はね、動画最後まで見てもらいたいんで、手短に終わらすんで、まあ、心の中で、さやちゃんにね、誕生日おめでとうってね、ちょっと、言ってもらっていいですかね。誕生日おめでとうって一言。はい。にしてももう、日本の行政には失望したね。国総出で動いていいレベルの話だから、今回は。はい。以上でね。皆さん、ぜひ、さやちゃんに、誕生日おめでとうってお願いしますね。はい。以上でね。さよなら。